皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはビジネスの成功の秘訣、それは勝つことよりも負けないことということについてお伝えしていきたいと思います。いろんな方のクライアントさんのですね、相談を乗ってると、当然今がうまくいっていない状況の時に、それを持ち直すために、挽回っていうような感覚でですね、売上を上げるとか、うまくいくように動かすとか、そういう観点で考えるケースが多いと思うんですよね。で、当然売上を上げるっていうのは現状がこの今一つな状態からそれをうまくいかせるっていう状態になるっていうのは、その人にとっておそらく勝つ、うまくいくっていうことになると思うんですけれども、例えばそれで行ったその先ですね、この状態が保てているのであればいいんですけど、それがまた落ちるとしますよね。そうするとまた勝つ、また上げるってことをしなくてはいけないので、ビジネスがいつまでたっても安定しないという状態を作ってしまうんですね。ですから、そこで今日の、タイトルである勝つことよりも負けないことっていうことが具体的にはどういうことになるのかっていうのを今日はお話をしてみたいというふうに思います。はい、ではですね、早速なんですけれども本題に入るんですが、負けないことってじゃあどういうことなのかっていうことですね。だから、例えば教室業においてですね、勝つことっていうのは例えば予約がうんと入ってバーンと売り上げがある月に上がるとか、そういうことっていうのはご本人としてはもしかしたら勝つっていう状態、うまくいったっていう状態なのかもしれないんですけれども、私が重要視しているのはそのすごい跳ね上げる、その勢いっていうのはもちろん大事なんですけれども、跳ね上げる勢いそのものよりもそれを落とさないようにする、維持するという、そちらの方がはるかに難しくって、そちらができる人の方がビジネスは基本的に成功するんですね。ですから勝つことよりも負けないことの方がどちらかっていうと大事だと思っているんですよ。で、負けないことっていうのはどういうことかっていうと、そのままの維持を保つ、ないしは微増ですね、ボーンと跳ね上がるとその分落ちてくるっていう現象を作ってしまうので、微増をずっと続けるっていうことが必要になります。微増を続けるためにはじゃあ一体何をしたらいいのかっていうことなんですけど、それはある、効果が出ると思われる内容のものが、いきなりそれがすぐに予約とか売上に直結しなくてもじわじわ効いてきて、長期的には売上に貢献すると分かっている地道な作業を継続的に長く続けることができるかどうかっていう、ここが結構ポイントになってくるんですよね。で、大抵の方はそれができきらない方が多いです、教室の先生の場合。理由はいろいろあります。いろんな理由っていうのがどういう理由かっていうと、例えば、季節柄ですね、例えばクリスマスシーズンとか、そういうお菓子とかお料理とか、そういった特に教室業はその特需がある季節ってありますよね。その季節変動によって忙しくなっちゃうとやめちゃう。で、またそれが暇になってきては集客が少なくなるから頑張るっていう、この波がもともとできやすい業種業態なんですよ、もともと。で、その波に流されちゃってできないとどうなるかっていうと、数ヶ月先に予約が止まります。予約が止まるからそこでまた頑張ると、売上の成果はその3ヶ月後から6ヶ月後に出てくるので、それを繰り返すことになるので、いつまでたっても安定しないということになります。ですから、長期的に効く効果的な、集客方法は何なのかっていうのはその方によって得意とかは当然あるんですが、私が基本的に皆さんにお勧めしているのは文章の方で言うとブログ、動画の方で言うと YouTube 動画ですね。この2本は継続的に続けた方がいいというのは言ってます。日に1本でもいいし、日に1本でもいいです。YouTube とかだと1000本っていうのを1つの基準にするので、1日3本ぐらいっていうのは言ったりとかはしていて、そんなの無理ですって言った方はゼロです。だけど分かりましたって言った方は1年で1000本いきます。この差がどれぐらいインパクトとして1年後に大きく出るかっていうのは
実感している方は多分わかると思います。同じ時期にスタートした同期生が、それをするかしないかということですね。なので、これは自分に負けないことっていうことになります。続けるっていうことですよね。だから、それを継続的にできる人っていうのはやっぱり強いし、最終的にはビジネスがめちゃめちゃ楽になっていきます。認知してもらえる数が違いますので、その数から全部予約というか問い合わせが入ってくる。で、その媒体を持てば持つほど、その集客活動は楽になっていきます。例えば、地道に作らなくてはいけないんですが、私自身も、まあ、いろんな業種業態をやってますけど、10年やってきて、ブログとかも当然持ってます。で、あと YouTube も当然持ってます。で、ホームページも業種業態によって合わせて持っているので、かなりの数を持っています。で、ランディングページと呼ばれるページも持っています。そして、まあ、そんなに力は入れてないけど、インスタグラムとかですね。あとは、まあ、最近で言うと、ライブとかもやったりとかしていて、まあ、その時の流行りのものっていうのは使ってますけれども、根幹的に手を入れ続けているのはホームページです。そこからの自然な集客とか自然な認知っていうのも当然あるので、全部をメンテナンスしながらずっとやっているので、それをもちろん全部見てる方もいるし、見てない方がその中だけに存在している方っていうのもいます。それ以外に LINE も運営してますし、あとメルマガも運営してます。で、これは入り口を増やしているだけなので、その最終的には内部的にはまあコンサルティングで皆さんを見ていってるわけなんですけれども、いろんな媒体私は持っているわけなんですけれども、その媒体を毎日毎日増やし続けるっていうことを行っているのが私の毎日のルーティンになってるわけですよね。ですから、その一つ一つやっていけるかどうかっていうのが、勝つっていうよりは負けないことっていうことになって、この体質を築けることっていうのが非常に大きなご自身の財産になっていくわけですよね。ですから、例えば、今みたいな、実際的にやる話ももちろんそうなんですけれども、あと、マインド部分で言うとですね、できないことにチャレンジすることっていうのも、当然、ご自身との戦いということになりますので、やれないと思えばやれないになりますし、やってみるって言えばそこで道が開けていきます。例えば、たまに私はサックスの演奏の私がチャレンジしていることを皆さんにお伝えすることっていうのがあるんですが、私は音楽経験とかもないし、楽譜は読めません。今でもちゃんと読めません。なんとこう下からファラドって振って、特にサックスは上の音が多いんで、ドの上のドレミファソとか、この辺りを非常によく使うので、一瞬見ただけでそれが何の音かってわからないので、いつも振り仮名振って吹いてるんですけれども、これが例えば、私が楽譜が読めないから音楽ができませんって言ったら、その可能性を自分で捨ててしまうことになってしまいますよね。だけれども、読めなくても別に振り仮名を振ればいいだけですよね。そしてリズムがわからなければ、原曲ないしは見本を聞けば、その通り耳で覚えれば指を合わせて吹いていけばいいわけですよね。それで一応正確な音楽とか楽典としては成立してないけれども、音として人に聞かせるってことはできるわけですよね。ですから、そこで例えばできないから諦めるのか、いや、そこは届けたい思いがあるから吹いてみるのかっていう、やっぱその違いっていうのは当然出てくるわけですよね。それは私もチャレンジしているんですよ。だから、諦めないっていうことがあれば、また違う世界が開けていくし、それによって喜んでくれる人がいる、感動してくれる人がいるから、まあ頑張るんですけれども、そこは自分がどうチャレンジできるか、何ができるかっていうことを見つけた上でトライをしてみるってことをしているからなんですね。だから、これも自分に負けないことではあります。これは、一事が万事で考え方なんですよね。ビジネス自体もそうだし、何かにチャレンジすることっていうのも、今の自分で等身大でできることを頑張る、ちょっとでもいいから頑張る、
これを諦めるっていうことは、やはりそのチャレンジをしないということになりますので、うまくいって現状維持、うまくいかなければ衰退っていうのは、まあよくお話をしている話なんですけれどもね。で、世の中は相対評価です。だからみんなが頑張れば、頑張ってない人は頑張り度合いが少なければその分沈んでいくっていうだけなので、競争ではなく相対評価になります、そこに関しては。ですから勝つっていう大勝ちをしなくてもいいんですよ。皆さんそこを目指しがちなんですけど、どちらかっていうと負けないことっていうラインでしっかり運営できる方がよほど成果と効果が出やすくて、しかも多分そちらの方が難易度が高いです。一瞬大勝ちするよりも長期的に負けないことの方が多分精神的にも実務的にも難しいです。だからこそそれをやっている人って強くって、なかなか落ちないです。そういう人は上がった分の勢いで下がります。じわじわ上がっている人って落ちてもじわじわしか落ちないので、まあ、じわじわ落ちている中でまた挽回とかができますからね。なのでそういう体質を身につけてほしいなっていうふうに思ったんですね。でまあ今日はその話をしてます。だからポイントとしては、実務的にコツコツできることを少しでもいいからやっていくっていう実務的な部分と、あともう一方はメンタル的な部分です。できないというふうに決めたらそこで止まるけれども、負けないことっていう観点から言うと、何かにチャレンジすれば少しずつでも環境と状況は変わっていくので、それをいろいろな原因のせいにして諦める人っていうのはそこまでで止まるということです。今期の場合に関してはコロナが非常にその状態を、拍車をかける状態にはなりましたけれども、じゃあコロナは全て悪いのかっていう話なんですけれども、確かに環境として厳しいことになってしまう側面を引き出したのは間違いないんですが、全てが悪いことばっかりだったかっていうと、新しい人生の考え方とか、リモートワークっていうのもできたし、まあそれによって家で過ごすっていう新しい家族との暮らし方とか、場合によっては田舎に移住してもリモートワークだと関係ないよねっていうことで、田舎の家、地方、ちょっとした地方、都会じゃないところの家が売れ始めてるっていう不動産バブルとかも入ってますし、あと住宅業界で言うと家でこもることが多くなったから、リフォーム業がかつてないほどの特需で、売り上げがものすごく全体的に業界全体で上がっているっていう話もありますのでね。そうすると、じゃあリフォーム業界とか住宅業界が儲かるとどうなるかっていうと、家具の買い替えとか、まあ、そういうものも上がってきたり、電化製品買いますよねとか、付随のものとかも上がってきたりとかするんですよね。だから自分の業種業態がその上がってくる波の中に乗っかれるように見せ方を加工できるかどうかっていうことだって考えてみて、プレゼンテーション、そういう方向から、自分のビジネスのやり方を教室業であっても少しそちら寄りに寄せて提案ができないかっていうのを考えるというのも一つ必要になってくるので、勝つことよりも負けないこと、これがポイントになるというふうに思っています。はい、なのでちょっとね、そんな感じで考えていただければいいかなと思います。ですのでまとめると、ビジネスの成功のコツ、秘訣は勝つことよりも負けないこと。で、その負けないことの一つ目の実務の部分は、継続で、地道な小さいことで成果が出ていくものを続けられるかどうか。二つ目は、メンタル的に、チャレンジできないというふうに諦めないかっていうところで負けないことって、ここをやっていけるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになりますので、この機会にちょっとそのあたりを考えてみていただけるといいかなっていうふうに思っております。それでは。